松山市道後町2丁目の愛媛県身体障害者福祉センターで、このみワードイラスト作品展が開かれています。これは新居浜市在住のワードイラストレーター岡田好美さんによる作品展です。ワードイラストとは、パソコンの文書作成ソフトワードの図形描画機能を使って描いたイラストです。5歳の時に発達障害として診断され、中学校の時に不登校に陥った岡田さん、その時に母親の直子さんからの勧めでワードイラストと出会い、それから独学で描き方をマスターし、それ以降銀行のロビー展やコンテストなどで作品を披露しています。岡田さんの作品はその時に興味を持ったもの、感銘を受けたものがモチーフになっていて、岡田さんのオリジナルキャラクターこまりまで風神雷神を描いた風神雷神こまりまず屏風は、世界自閉症啓発デー2018の代表作品にも選ばれています。会場には岡田さんが近年描いた作品およそ20点を展示しています。はじめましての方ははじめまして、そうでない方はこんにちは。私、ワードイラストレーターの岡田好美といいます。新居浜でワードイラストレーターをしております。今回の目玉は、こちら、愛媛障害者アート展に展示させてもらって、惜しくも賞を逃した作品、怪獣とヒーローとアルパカの物語でございます。この作品は、以前愛媛美術館でも展示されていたエッシャー展のエッシャーレタリングとタイリングというものを使った作品で、図形が重なってだんだん その姿になっていく、こういうのをエッシャータイリングって言うんですが、それに感銘を受けまして描けた作品であります。このヒーローがね、こうなんか向かい出てきてバーってなってぐるっと回るところとか、アルパカが風車から飛んでいって雲にスポーンってはまるところとか、怪獣がだんだん山を下っていってスポーンって入っていって出ていって、下からモリモリまで出てきて体的に風車の塔になるところとか、そういうエッシャータイリングの私が素晴らしいと思った部分を全て詰め込んでありますので、ぜひそこら辺に注目していただけるというと、いただけると嬉しいなと思っています。普段の作品展より大きめに印刷しているという今回の作品展、文書作成ソフトで描いたとは思えない細かな表現を楽しむことができます。この作品展は2020年1月10日まで松山市道後町2丁目の愛媛県身体障害者福祉センターで開かれています。